届けしているこんなチャンネルとなっております。よでうどん工房さぬきさんに行ってまいりました。こちらのお店は、横須賀中央駅から歩いてすぐのところにあります、カレーうどんの人気店でございます。半立ち食いスタイルといいますか、半分座れる席がありまして、半分は立ち食いそばの、結構狭い感じのお店なんですけども、常に満席、いつ行っても行列のあるといったそんな人気の、カレーうどんがメインでおうどんも食べれるといったお店になっております。これは行かないとということで行ってまいりましたんでご覧ください。本日はですね、結構狭いお店ですので、ちょっと手元だけの撮影となっております。じゃあご覧ください。本日のカレーどうぞ。こちらがさぬきさんのメニュー表、ずらりと並ぶカレーうどんのメニューの数々、辛いカレーうどんや豪華なものトッピングまであります。通常のおうどんのメニューやかき揚げトッピング、さまざまなメニューもあります。本日注文したのはこちら、人気ナンバーワン唐揚げカレーうどんをチョイス。でっかい唐揚げうどんがドカンドカンと乗っかり、半熟卵をついでにトッピング、食べ応え十分そうで本日もいただきます。まずはそのカレーうどんのスープから一口、クリーミーな味わいで本日もうまし。うどんをリフトするとクリーミーなカレーうどんのスープが絡まり、固め太め腰のしっかりあるうどんが個人的にも好みで食べ応え、こちらも十分。大きな唐揚げは中身もジューシー、外身はサクサク。クリーミーなカレーのスープは程よい出汁感、そしてカレー感、クリーミーな口当たりが特徴的。熱々のスープに沈められた半熟卵は固まる前に食べるのがおすすめ。そしてなんとありがたい17時までは替え玉無料。あつ森うどんをいただいて再度投入すると2杯目突入、これはがっつり。そしてそちらもいただいた後は絶対に外せない締めセット、小ライスにうどんだしのスープ、お漬物までついてたまらないセット。まずはライスとスープをいただいて楽しんだり、うどんだしはだし感しっかり香る最高のやつ、そちらをスープに少々混ぜてみて、いろいろな違いを楽しんでみるのもまた一興。そしてこちらにご飯をダイブさせ、その上から好みのだし感でいろいろ薄めてリゾットのようにして食べていくのがおすすめ。スープの中には手羽元も入っているので、こちらもいただき本日も完食、締めセットまで最高なやつ、本日もごちそうさまでした。クリーミーで締めまで、いや本当にね、クリーミーなカレーうどんのタイプで、だしもねほんわりと効いた感じでございます。辛みだったりとかは特にないんですけども、そのまろやかさだったり、そのだしのちょっとね、微妙に香る感じだったりがすごい美味しい、カレーうどんでございました。唐揚げの方もしっかりボリューミーですし、僕個人的にはおうどんの硬さ、腰、太さがもうすごい好きな好みな、太さだったり、そういうタイプだったので、めちゃくちゃ美味しかったです。締めのね、締めセットっていうのはあるんですけども、カレー頼んだ方だけ頼める締めセットも、だしもついてきて、その中にも鶏肉も入ってますし、ご飯もありますし、お漬物もあるといった最高のね、締めセットなので、ぜひ皆さんカレーうどん頼んで締めセットまで行くっていうので、ワンセットで楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、というわけでカレーにとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また次回、バイバイ。